こんにちは、食堂朝ごはんの中江里香です。今日は冷凍の野菜ミックスを作っていく動画です。まずは3色の野菜ミックスを作っていきます。野菜は2色のパプリカとインゲンです。パプリカは今日はとっても可愛い小さなパプリカが売っていたので、これを1個ずつ使いたいと思います。まず半分に切ってからヘタを取って細切りにしていきます。パプリカはビタミン C が豊富なのが特徴で、特にパプリカのビタミン C は繊維に守られているので比較的熱などに強いと言われています。そしてインゲンも切ります。インゲンもヘタだけ取って食べやすい長さに切ります。パプリカと同じぐらいの長さにしておくと見た目にもいいかなと思います。そうしたらあとは保存袋に入れるだけです。あんまり詰め込みすぎると冷凍した時に固まって取り出しにくくなるので、入れすぎないように注意してください。続いてお味噌汁野菜セットです。これは個人的にもよくストックしておくセットです。野菜は人参と大根と椎茸を使います。あとごぼうも入れようと思って買ってきてたんですけど、すっかり忘れてました。人参は皮を剥いてヘタを落としていちょう切りにします。人参は普段は皮のまま調理することが多いんですけど、作り置きなどは保存しているうちに皮の部分が酸化して変色しやすいので、今回は皮を剥いてから保存しました。いちょう切りの厚さとかは本当にお好みの感じで大丈夫です。冷凍すると繊維が壊れるので割と厚めに切っても火が通りやすいです。大根もいちょう切りにします。大根の皮は後で漬物にしたいのでちょっと厚めに剥いておきました。そして次は椎茸です。今日は椎茸を使ったんですけど、エリンギとか舞茸とかでも大丈夫です。先端の石突きの部分だけ切り落として薄切りにします。あとは保存袋に入れて空気を抜いて口を閉じます。保存袋は念のため消毒スプレーをして拭いておきます。次はスタミナ野菜セットです。今日は大きな玉ねぎを3個買ってきました。とりあえず全部皮を剥いて薄切りにします。そしていつも玉ねぎを切るとき目が痛くて辛いことってあると思うんですけど、飴を舐めながら切ると目の痛さが和らぐので、ぜひ騙されたと思って試してみてください。今日は飴がなかったので氷砂糖を舐めてます。詳しいメカニズムはよくわからないんですけど、体が目の痛みよりも唾液を出す方に集中するために痛みが和らぐみたいです。とにかく唾液を出すことが大事なので、飴玉をしっかり口の中で転がしておくことが大事です。あと飴じゃなくても梅干しとかでも大丈夫みたいです。で、今日たっぷり3個分の玉ねぎを切ったんですけど、冷凍する分以外は保存容器に入れて冷蔵で保存します。最近夫が玉ねぎ大好きなので、
大量にいつも玉ねぎを用意してます。次はニラを切っていきます。で、エリンギも切ります。最近韓国料理をよく作ることが多いんですけど、チゲ鍋とかを作るときにこの冷凍ストックがあると野菜を切らずにすぐ料理できるのでとっても便利です。次はキャベちくわセットです。使うのはキャベツとちくわと人参です。キャベツは食べやすい大きさに切ります。芯の部分は切り取っておいて別で薄切りにしておくと食べやすいです。で、さっきの残りの人参も短冊切りにします。そしてちくわも切って入れます。ちくわは意外と冷凍してもあまり食感が変わらないのでおすすめです。次はスナップエンドウとブロッコリーの緑野菜セットです。スナップエンドウはヘタを取ります。ブロッコリーは小房に分けます。どっちもあまり日持ちがしない野菜だと思うんですけど、冷凍しておけば1ヶ月ぐらいは保存できるので使いたい時に使えてとっても便利だと思います。ブロッコリーの茎の部分も皮をむいて薄めに切って入れました。そして最後はネバネバ野菜セットです。オクラと長芋を使います。オクラは生のままでも冷凍すると茹でたようになってそのまま食べられます。オクラは子供が好きなのでよく冷凍してストックしているんですけど、今日は長芋も一緒に入れてみます。長芋の冷凍は多分初めてなのでちょっと不安なんですけど、調べたら冷凍でも大丈夫そうなので挑戦してみます。食べるときは解凍して茹でたりしないでそのまま食べる予定です。そして冷凍のミックス野菜はこれで終わりなんですけど、あと残った野菜を片付けていきます。まず余りの大根は皮は漬物にしたいので厚めに剥いておきます。それで今日はこの後牛すじ煮込みを作る予定なので、それ用に大根も切っておきます。そして人参も牛すじ煮込み用に切っておきます。
それから余ったブロッコリーやインゲンなどは、これは多分明日か明後日には使う予定なので、保存容器に入れて冷蔵で保存しておきました。そして漬物にする大根の皮は細く切っておきます。そしてキャベツなどの丸ごと残った野菜は蜜ろうラップに包んで保存しました。蜜ろうラップは蜜ろうと布を使って作ったものです。繰り返し使えて環境の負担にもならないということで使ってます。作り方は YouTube とかで蜜ろうラップと検索すると出てくると思うので、ぜひ気になる方は見てみるといいかもしれません。そうしたら、そうしたら大根の皮のポリポリ漬けを作ります。これは動画でも何度も紹介しているのであれなんですけど、調味料の漬け汁だけ先にお鍋で一煮立ちさせてから大根の皮に加えて一晩漬けます。そしてこっちのお鍋では牛すじを下茹でします。
というわけで次の日の朝ごはんなんですけど、冷凍しておいた野菜はまだ日持ちするので、昨日残しておいた冷蔵の野菜から使っていきます。最近この新しい調理器具を買ったんですけど、今日初めてこれを使ってみることにします。ブンブンチョッパーっていうみじん切りができる機械です。フードプロセッサーも持ってるんですけど、結構大きくて重いので出すのが面倒であんまり最近使ってなかったんですけど、これはとっても軽いしコンセントもいらないので手軽に使えそうだなと思って買ってみました。今日は人参をみじん切りにして卵焼きに入れたいと思います。で、この紐みたいのを引っ張ると中の刃が回って切れるはずなんですけど、最初はちょっとうまくパーツがはまってなかったみたいで失敗しました。